甲子園球場です。テレビをご覧の皆さん、こんばんは。阪神タイガース。以前エラー率3倍の動画を作りましたが、やはりエラーが連鎖することを期待する方がおりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。連鎖するようにしてきました。どんな風にしてきたかと言いますと、前回の動画でも簡単に説明しましたが、プロスピでは打球の難しさ、守備質の時にエラーをし、どちらも0から1の間を取るようでしたので、1から3イニングは打球の難しさを 0.3 で固定し、3から6イニングは打球の難しさを 0.35 で固定しています。7から9イニングは6イニング目までの結果を見て考えます。つもりで言うと、打球の難しさを 0.3 で固定する、エラー率が常時3割ということになります。1つと1球で間にエラー関係なく、中日の猛攻、監督の期待に応えられ、このゲームはいきなり動きがありました。変化しました。低い当たりになった。センターの前、ワンバウンドしました。中日頑張ってるし、二塁ストップです。三塁が2-0、センターへの2-0、ドラゴンズがリードしています。 A ちゃんはこんなもんか。まっすぐの球、当てさせませんでした。そして初回から先制点が入っています。まっすぐ打ちました。これは低い打球、取ってこれで3アウト。そしてドラゴン一回ストレート、最後はバット、まずは三振でワンアウトを取っています。高めのボール球、手を出した、低い当たりになった、ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁になった。ボールは中継のショートへ、レフトへのツーベースヒット、いい当たり、ちょっと上がった、打ち上げてセンターへの打球、中日が先にエラーを放ちました。二塁へ、セカンドが中継、セカンドランナーは一気にホームへ、セカンドランナーがホームに帰ってきました。すでに1点を許しています。真ん中打ってショートへの当たり、取りました。一塁送球、一塁、これは悠々アウトです。新井は今年で12回目のシーズンを迎えています。打っていった、セカンドの前になります。一塁、これは余裕でアウト。これでエラー率3割だと、そこまでエラーは出ないようですね。2回の表、ドラゴンズの攻撃、そしてこの回の先頭、ガーッと強い当たり、セカンドが取ります。一塁へ、ピッチャーのストレスすごそう。これはファーストにエラーが記録されます。そして先頭バッターを出しています。空振り、結局スイングアウトの三振です。これが2回目の打席、低め打ちました、左への打球です。しかしこの打球はファウルボール、得点差わずか1点。低めの球上がった、これはどうでしょうか。前に出る、さあランナー意識したが、2打席連続のヒットになる。ノーミー、今日は2回途中までお願い、安定のあらあった。さあ得点シーンを期待しましょう。上がっと当てるのが精一杯、上がった、取ってスリーアウト、チェンジ。2回、このゲームの最初の打席になります。さあもうこの回はワンアウトになっています。低め打ってファーストへの打球、取って一塁、これは十分。今日最初のバッターボックスに入っています。ガーッと空振り三振、スリーアウトチェンジ。ボールを捉えられます。3回、初回の第1打席、犠牲フライを決めています。ストレート打ってノーアウトからヒットが出ました。バッターランナーは二塁を狙った、ツーベースヒット、ライトへヒットを打ち、そして次の初回の1打席目、タイムリーで、あーっと打った、さあセカンドランナー3塁を回ります。さあヒットが出ました。今セカンドランナーホームイン、ヒット2本で1点と稼働した。そしてタイガースファンでいっぱいの甲子園球場から実況生中継でお送りしています。あーっとこれは痛い、大丈夫。ノーミー、今日の2回までのチップ、打って、これは低い当たり、ファースト取った、このままキャンバスを踏んでアウトになります。そして8番谷重、この打っていった、これはピッチャー正面、三塁ランナーホームイン。送球エラーが発生してますね。4回ピッチャー、ガーッと打ちました、これは低い打球、ファーストライナーにか、この回7人目のバッター、ガーッとスイングアウト三振、スリーアウトチェン。3回の表が終了。3回、このゲームの最初の打席になります。もう一度、
ここで打順が一巡します。マート打席に入ります。高めのボール球、あーっとこぼした、こぼした、これはショートにエラーが記録されます。そして初回の第1打席、レフトへ行きました、取りました。2塁はフォースアウト、長くそれた、ちょっとそれた、ショートゴロに終わった。そして次のバッターとなります。ツーアウトになっています。ファーストランナースタートを切った、ドライブになった、タッチアウト、盗塁失敗、これで3アウトチェンジ。さて試合、これまでは中日がエラーに阪神が1でした。ここからはエラー率 35% です。見逃し、トップワンアウトになっています。よーく見ました。この試合フォアボールの数が2となっています。ストレート打ちました、サードへの当たり、2塁フォースアウト、あっとそれた、2塁に蹴って、サードゴロに終わっています。ノーミー、この試合打たれたヒット、これも2、あっと弾いた、さあこれはどうか、これはサードにエラーが記録されます。そして次のバッター、さあ3回目のバッターボール、打った左への打球、レフト線ワンバンのクーナー、ヒットになる。バッターランナーは1塁蹴って2塁へ、レフトからサードへ、セカンドランナー今ホームイン、タイムリーツーベースヒット、5回。そして能見、今日は4回途中まではない、あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ、最後空振りにした。4回の吉見、この試合許したヒットの数が1となっています。あっとスイングアウト三振、吉見テンポよく三振、早くも奪った三振の数が5となっています。空振り三振、打者2人から連続の三振を奪っています。三振、全部三振、吉見が強すぎる、エラーしそうなことを指し、だからノーミー、すでに許した安打の数が7となっています。あーっと高めのボール球、これはファースト取った、一塁に送ります。これはピッチャーにエラーが記録されます。そしてすでに今日奪った三振の数は6となっています。スイングアウト、3回の3打席目、空振りの三振に倒れています。落としてきて上がった、さあこの打球は取りました、これで2アウト、セカンドス、ツーアウトランナー一塁です。これも打ち上げました、上がったか、詰まりましたね、変化球に、あー落としている、タイガース、これでエラーの数、そしてこのゲームはここまで2打数、高めのボール球、手を出した、低い打球は取りました、スリーアウトチェンジ、ゲーム。5回、吉見、今日打たれたヒットの数は1となっています。ストレート打ち上げました、打球はセンターに上がっている、今のはですね、打たされてるんですよね、あっとこぼれた、こぼれた、これはセンターが前に出ます、これはセンターにエラーが、守備の乱れ、この試合すでに奪三振の数、強い当たり、センターの頭上を越えていきそうだ、これは文句ありません、エラーからのホームランとか、一番ピッチャーの心が折れるやつですよ。大歓声の中、ベンチでこの回ツーランホームランを許しています。空振り三振、ベンチ動きましたね、点の欲しいこの場面、タイガー代打のバッターが出てきました。浅井、来シーズンでちょうど連続三振、続けて三振を取っています。打ちました、打球は三遊間へ、あっとさあどうだ、今拾ったかどうか、一塁へ、ドラゴンズ、この試合のエラーの数は4となっています。そして3回の皆さんでショートゴロに終わっています。あっとスイングアウト三振、スリーアウトチェンジ、ゲームは5回まで、タイガース甲子園球場、今日4回目のバッターボックスに入っています。変化球、ピッチャーの正面、ピッチャー取りました、一塁に送ります、一塁楽々、今日はここまで3打数2安打、打点は2の内容です。緩いボール打った、抑えた、一塁へ、ファーストのエラーがありました。接戦のゲーム、そして今日のバッティングで2打数1安打、打点、さあ打ち上げた、上がった、センターが出ます、ちょっと打ち上げちゃいましたね、あっとこぼした、次に2塁フォースアウト、センターゴロ、変化球打ちました、打球はセカンドへ、あっと弾いた、グラブ弾いた、さあこれはどうか、これはセカンドにエラーが、強く叩く、大前ランナーは一斉にした、大きく外れてファーボールとなります。このファーボールで満塁となります。2アウトながら満塁、ノーヒットで追加点のチャンスとしています。ピッチャーにも
自らピンチを招いています。ライダスレイを取った三振、3アウトチェンジ、このピンチ三振で完璧に抑えました。最後はウィンク、接戦が続きます。いやどっちのち吉見、今日の5回までのピッチング許したヒットが2本、そしてこれは当てただけ、高い打球が上がりました。あっとこぼれたこぼれた、ドラゴンズこれでエラーの数を5と、接戦の中で手痛いエラー、これが3回目のバッターボール、これは落ちるボール、1、2塁間はどうだ、取った、1塁に送ります、1塁はアウト、送った形になりました。まずはインハイへ体を起こしてから外高めのボール打ちました、これはライナー性ワンバウンドヒート、さあセカンドランナー三塁向けた、ここになる、セカンドランナーがホームに帰ってきました。ああ、完全アウトのタイミングだったね。5対4、そして次これも鋭い当たり、伸びていって伸びていって伸びてるんで逆転、ホームラン調整で逆転すると、さあリコードが次のバッターに変わります。グラジ早くも奪った三振の数が10となっています。スイングアウト、おこの前の打席今日2打席連続となる三振に終わっています。変化球打ったショートです、取って一塁に送ります、タッチアウト、スリーアウトチェンジ、ベンチに戻ります。逆転7回表、ではここからはエラー率 75% でいいか、打った高いバウンドになりました、あっと飛ばしている、今拾ったかどうか、タイガースこれでエラーの数は7となっています。そして今日5度目のバッターボックスに入っています。打った、右への打球です、あっとライトの前に落ちた、さあランナー気になったか、さあヒットになった、監督謎の激励、同点のランナーが3塁、これは明らかにホームランが6回の4打席目ピッチャーゴロに終わっています。真ん中を打って上がった、高い打球、今のはあっと落としてしまった、インフィールドのキャトリプルプレーもありえますね。この試合の解説は田尾康さん、そして高いボールを打ちました、先はピッチャーの横、あっと弾いた、遊んだよ、すぐにカバー、今サードランナーがホームイン、あーえらい、ピッチャーの代わり腹を取る、得点圏での、さあ5回目のバッターボックス、高めのボール球を打った、サードです、取った、さあ送球がちょっとそれます、三塁ランナー今ホームイン、7対6、そして7番藤井、バット上げてしまったが、さあ1イニングで2回もインフィールドライです、ファールになったことか、さあこれはどうか、このイニングさあどうだ、今拾ったかどうか、一塁に送ります、あっとそれた、ちょっとそれた、サードランナー今ホームイン、8回、そして打順は8、この回リードを許しています、打ちました、あっと最悪のコースに行ってしまった、二塁へ、二塁はコースアウト、あっとそれた、サードランナーがホームに帰ります、なんとして、そして次のバッター、このバッターがこの回9人目のバッターです、あっと打った、これはピッチャー正面、あっと取れない、これはどうか、今サードランナーがホームイン、10回目、次のバット、この回リードを奪われました、あっと当てるのが精一杯、高い打球になりました、落とせ、あっとラッキーだ、落ちた落ちた、セカンドランナー今ホームイン、11対、そして次荒木、このゲームは3回出塁しています、あーデッドボール、デッドボールでランナーフルベースとなっていきます、あそして次のバット、監督の期待に、あーっと高めのボール球、これは当たり損ね、あーっと弾いた、今拾ったかどうか、三塁ランナーホームイン、タイガース3回、そして次のバッターとなりブラウン、今日のゲームは1回出塁しています、いい当たり、12対6、この回一気にリードを奪っています、いって、これは高いバウンド、これは何か、ランナーは一気にホームへ、ファーストランナー二塁回った、今サードランナーがホームイン、さあセカンドランナーもホームに帰ってきます、そして次のバッターを見て、インコース打って低い打球です、取りました、これで3アウトチェンジ、さあタイガース、エラーを足がかりに中日が逆転、ここでね変えてきますよ、さあタイガース、ここは代打を告げました、
ストライクが入りません。あ、そして今日出したフォアボールの数が1となっています。これは真ん中打ち上げました。左への打球になりました。あ、落とした落とした。これはレフトが前に出ます。あっと取れた、ちょっと取れた。ドラゴンズこの試合のエラーの数を6となる。そして吉見今日の6回までのピッチング、強気なバッティング。今日はここまで2打数でノーヒット。変化球を打っていった、クルワライナー、ワンバウンド、ワンバウンドした。セカンドランナーは3塁です。3塁ストップ、ヒットのランナーを許しています。低めのボールを打ってこれはピッチャーの前。セカンドランナー一気にホームを狙う。サードランナーがホームベースを踏みました。こっちに、そしてセカンドランナーもサードランナーに続いてのホームイン。ドラゴンに2番手ピッチャーを送ります。マサオ、バラインここまで出塁は1回という内容です。あ、外のボール打ち上げた。これは高く上がった。あっとこぼれたこぼれた、フェンスに直撃した。さあショート中継する三塁ランナー今ホームイン。14対9。そしてワンアウトランナー二塁一塁です。積極的に振ってきましたが三振に終わりました。ボールを捉えられませんでした。あっと打った、飛ばしている。さあこれはどうか、一塁に送ります。ああ送球がちょっとそれます。これはファーストにエラー。そして次の8番、この回9人目のバッターになります。ああ上げてしまった、上がったか。これはセンターが前に出ます。ちょっと詰まりました。あっと飛ばした飛ばした。サードランナーがホームに帰ります。さあセカンドランナーもホームに帰ってきます。14、ライダーのバッターに。さあこれはいい当たり、これはどうでしょうか。この当たりはセンター打ち上げた。あっとこぼれたこぼれた。三塁ランナーホームイン。さあバッターランナーは一塁を回ります。中継のショートへ。さあタイミング。さあ今日のバッティングなんですが、あ転がしてしまった。あっとさあどうだ、今拾ったかどうか。三塁ランナー今ホームイン。俺の勝ち星消すなよ。そしてこのゲームはここまで4打数1安打。いい当たり、これは大きい、大きな打球。さあファーストランナーを逆転のランナー、勝ち星消えました。ホームに帰ります。ファーストランナー今3塁を回った。ラスト3塁へ、セカンドベースを蹴った。3塁へ送ります。ファーストランナーもホームに帰ってきました。今日5度目のバッターボックスに入っています。インコース打った、ライナー性の当たり、ナンバーオンのヒット、打ちました。ラストランナー見つけた。3塁ランナーが今ホームイン。さあタイガース、このゲームは先発、これは強い当たりだ。ちょっと上がった、ボールを追っていきます。受けた、受けました、深いところ。打ったバッターは二塁へ、ボールは中継のショートへ、ツーベース。今ファーストランナーがホームイン。ワンアウトだと思います。さあもう一度見てみましょう。ここはバットで結果を残したい場面。さあどうでしょうか、笑い、このバッター。さあランナーを置いてのサード取って一塁へ、送球がそれましたがファーストのエラーがありました。打ち取った当たり。そして大きなイニングとなりましたこの回の攻撃です。打っていった、ショートへの打球、あっとこぼしている。一塁送球、サードランナーがホームに帰ります。ストレート打ち上げた、センターに上がった。内側ですけどね、ちょっと、あ落とした落とした。セカンドランナーがホームインしました。ファーストランナー3塁を蹴った、3塁を蹴った。あっとそれた、20点。そしてこの回は長い攻撃になっています。高め打ち上げた、これは高い打球だ。打ち上げ、あっと打球だ。セカンドランナーがホームに帰ってきました。ショートが中継。7回の前の打席、結局エラーで手掛け打ち合いました。センターに持ってきました。後ろに下がる下がる。あっと落としてしまった。今セカンドランナーホームイン。ボールを繋いでいく。20
球。そしてこの回の攻撃は次々と出し、落ちるボール打って。スコアがラグビーですか。セカンドランナー三塁を回った。バッターランナーは二塁を狙った。セカンドランナーがホームに帰ってきました。そしてこの回リードを許しています。当てただけ。これは高く上がった。今のは落ちる球についていけませんでしたね。はあはあ、やっと終わった。17点も取られること。タイガース8回のヒデノリ、今日のゲーム2回出塁しています。打たされました。高々と上がった。あーっとこぼした。タイガースこれでエラーの数を14となっています。さあこんないきなりランナー一塁としています。転がせばなんとかなるように。今日は打点が2つあります。三振はちょっと言ってるけど。2アウトになっています。ライダー橋忘れからの三振。3アウトチェンジ。左腕が燃えています。8回、先ほどの打席ではシングルヒットを放っています。これで追加点が入りました。真ん中打った。あっと弾いた。弾きました。さあヒットが飛び出した。今のが3本目。金本この試合の出塁は2回あります。内へのボール打った。高いバウンドになりました。あっと弾いた。グラブ弾いた。すぐにカバーしたがどうか。新井今日は1回塁に出ています。ストレート来ました。6回目の打席が回ってきました。高め。さあ1、2塁間。セカンドランナー3塁を蹴った。さあファーストランナーが2塁を回ります。ライトからサードへ。今セカンドランナーホームイン。20回打席。昨シーズンの成績ご覧。インコース打って、これは1、2塁間。ファースト取った。2塁はアウト。1塁接走。前1つずつアウトを積み重ねました。そしてい, やいよいよ来年は20。落ちるボール打ちました。打球は1、2塁間。あっと弾いた。弾きました。さあこれはどうか。タイガース今日放った。そして馴染みが変わります。エンドス左のバッターボックスに入っています。よく考えたら次のイニングで終わる可能性が高いのでいます。ここで4番。エンドス8度目のシーズンを迎えています。あっと三振。これで3アウトチェンジ。これは読みが外れたか。8回をし9回、ここまで3者連続三振というピッチングです。まっすぐ上げてしまった。この打球はライトへ上がった。まあ、詰まっちゃいましたね。あっと落としてしまった。打ったバッターは一塁ストップ。タイナ。そしてここまでの全打席です。バーボ安定の歩き。エンドス今日は1回と3分外れました。フォアボールです。フォアボールで一塁ランナー。7回の打席追加点となる。できました。ピッチャーの横。あっとさあどうだ。今拾ったかどうか。ピッチャーのエラーがありました。そして満塁になりました。ここは踏ん張りどころになります。まあかインフィールドか。このルールだとインフィールドが強すぎる。あっと落球だ。サードフライに終わりました。そして最後のバッターが A ちゃんになっちゃう。これも打ち上げた。この打球は宇宙間へ。ここに来て興奮した。試合終了。この変則マッチ3連敗ですね。コーダのヒーローが呼ばれています。まずコーのヒーロー、その投球成績なんですが、4人目に登板、3分の1回、被安打1。エラーもヒットもそんなに差はないのにね。ご視聴ありがとうございました。